サーチャールズ・エリオットは、イギリスの海軍士官、外交官、植民地行政官。イギリス大臣貿易における全権かつ、商務総監の在勤中の1841年に、香港の初代行政長官となった。イギリス植民地としての香港創設のキーマンの一人で、ある。1801年に、ザクセンのドレスデンにおいて、ヒュー・エリオットとマーガレットの間に生まれた。 スコットランド出身の外交官、初代民党伯爵、ギルバート・エリオット・マーリー・イコール・キニン・マウンドはおじで、第二代民党伯爵、ギルバート・エリオット・マーリー・イコール・キニン・マウンドと、ジョージ・イデンはいとこにあたる。エリオットは、イングランド南部バークシャーのレディングで教育を受けた。1815年3月26日に、イギリス海軍に入り、翌年、バルバリア海賊に対する主砲撃に、 士官候補生として従軍した。4年間の東インド艦隊勤務の後、1820年に本国艦隊に勤務。1822年、西アフリカ戦隊に転属となるとともに遺憾に進級。北アメリカ、西インド艦隊での勤務の後、1828年に左官に進級。ハイチでクララ・ウィンザーと出会い、1828年に結婚した。 退役後は外務省におけるキャリアに就いた。1830年から1833年の間、イギリス領ギアナにおいて奴隷保護官であった。1834年に商務総監、ネイピア卿のスタッフ、船務総監として清志に赴任し、アヘン戦争開戦における対応の一翼を担った。1836年から1841年までの 間、全県商務総監を務めた。1842年から1846年の間、テキサス共和国の臨時代理大使権総領事となった。バミューダ総督、トリニダード総督、セントヘルナ総督を歴任し、1856年にナイトに上された。ありがとうございます。